どうも後藤スーパーキングダム五島照樹です。後藤2回言っちゃった後藤スーパーキングダム照樹です。はい、えー、お前ら愛してるぜ。えー、あのね、今日何の話をしようかというと、あのスパイアスっていうのがあるんですよ、横浜に。横浜駅にね、スパイアスっていうのがあって、僕ね、結構ね、もう結構10年近く前からね、利用してるんですけどこ、何がいいかっていうと、まあ、結構ね、そのスパ自体いいんですけど、クオリティ高めなんですが、 あのー、誕生日だと無料で使えるっていうなんかその特典みたいなのがあってそれ利用してたんですけどなんか俺引っ越しとかしててなんか届かなくなっちゃってたんですよあでもう途絶えてたんですねここ数年ここ5年以上多分行ってないんですよだからそれがあってそれがあって行かねってもう、まあ、痛い客だなと思うんですけどまあ俺、まあ、節約してるからね、えー、途絶えてたんですけど問い合わせしたらなんかアプリに入ると あのもう一回なんかあのいけるみたいな、いけるっていうのは無料で誕生日にすっぱり用できるみたいな。で、えー、僕12月誕生日なんで、12月前に、えー、登録しなきゃいけないんですよ。だから11月にアプリ登録して、買いになっとくと、えー、12月からその、まあ、12月、1月があの無料で使えるみたいなんですよ。平日ね。お得でしょ普段、ね、多分使うと1000 600円ぐらいすると思うんですよ。1600円以上するんじゃないかな。そんぐらいするんですけど、それが無料で使えるんですよ。結構ね、いいスパなんですよ。温泉もあるし、岩盤浴もあるし、なんかロウリュウみたいなのもあるし、すごいね、僕はね、あの、すごいいいスパなんですけど、僕も全然もう、ここ何年も行ってなかったんですか。で、その、まあ、今年はね、行けたらなと思ったんですけど、俺、あのー、目の下のこのクマ取ったじゃないですか。で、先生にも聞いたんですけど、 長湯しちゃいけないって言われたんで、長湯は3ヶ月間下げてくださいと。え、3ヶ月下げたら、俺、スパ行きま行けないよと思ったら、えー、僕、だ手術したのが10月25、二 26, 26かな ?26 日だと、そう、10月26、11月26、12月26、1月26、1月末まで使えるんで、あ、行けると思ったんですよ。で、あのー、そのスパのアプリ見て、あ、クーポン届いてると思って、クーポン見たら、クーポン見て、あ、 えー、クーポン届いてるやったーとか思ってたの。それでなんか使用するっていうボタンがあったから、あ,あ、使用するするってみんなポッて押しちゃったら、ありがとうございましたみたいになっちゃって、クーポンなくなっちゃったの。ええー、と思うじゃんか。かクーポンどっか行っちゃったの。だから、使用するボタンだからおそらく押しちゃいけなかったんだよ。だから,だからもう、なくなっちゃったの。<laughs> なくなっちゃうとかあるのみたいな。ええーと思ってさ、 えと思うじゃんか。だから、そうし、それで、電話したら、あの、次から気をつけてください、みたいな感じで、あの、対応していただけたんですけど、まだ売りってないけど、あのー、なので、あの、なんか、クーポン実際に使用したか、それとも間違って押しちゃったかって、向こうごわかるみたいなんで、大丈夫だったんですけど、皆さんも、だからもしね、えー、本当にね、だから使用するボタンみたいなのがあって、あ、ポチッと押したらもう、なんか消えちゃうから、 気をつけた方がいい。えー、スパイ、横浜ス,スパイヤースの、そのクーポン、えー、もしね、あってね、テンション上がってやったーっておっしゃったらもう、消えちゃうから、押さないほうがいいです。で、もしね、万が一押したとしても、は、最悪だって諦めないで、電話して、えー、ちょっと間違っておっしゃったんですけど、って言うと、向こう側で確認してもらえて、あの、一回使う、わざと使っちゃったらダメだよ。もう一回使ったのに言っちゃダメだよ。えー、もうそれバレちゃうから。 そうじゃなくて、誤って押した場合は、向こうに行って、確認してもらうと、対応してもらえるので、もしね、誤って押した場合は、対応できるっていう動画です。そして、誤って押さないでくださいねっていう動画でもあります。そして、スーパーイヤス、楽しみにしてますっていう動画です。はい、えー、以上、後藤てるきでした、えー。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お前ら、愛してるぜ。